日本と同じいわゆる先進国、としてもエコに取り組んでいるこちらの国でございます。はい、オーストリアでございます。先進国っていうと日本と一緒ですよね。そうですね。でもまた随分違ったあれなんですかね。あのそうみたいっていうのも、まあ、いわゆるこうね、あの経済発展とエコっていうのは、まあ、ちょっと両立しないんじゃないかなんていう考え方もね、あるかもしれませんが、オーストリアの場合はそれをうまくこう両立させたということらしいんですよね。エコによってこんな風に呼ばれる村が生まれたんだそうです。こちら、ヨーロッパで一番美しい村。これあのまあエコによって、各国の王族やセレブが訪れる、まあ本当に高級なリゾート地になった美しい村が、あるということなんですね。さあ一体どんなエコを行ってそうなったんでしょうか、VTR ご覧ください。エコによってヨーロッパで一番美しいと呼ばれる村を探るべくオーストリアに向かった旅人は、はい、着きました。やっと着いた。やっとウィーンですよ。ねえ、ウィーン着きました。俳優加藤春彦とモデル道端アンジェリカ、そして旅人を案内してくれるのがこちらダニエルさん。オーストリアにようこそ。ヨーロッパ一美しい村というところがあるとお聞きしたんですけども、ご存知ですか？その村はここからさらに飛行機に乗らなきゃいけないんです。ということで次の便までオーストリアのエコを探しにウィーンの街へ。首都ウィーンはかのモーツァルトやベートーベンも活躍した音楽の都として知られる。ヨーロッパで一番美しい村に限らず、オーストリアは環境保護に力を入れているらしい。そのエコ意識の高さがここウィーンでも見られるか。あー、スワロフスキーだー。今真面目な話してたのに。やっぱり女性はこういう大好き。オーストリアが本店らしいですよ。あ、そうなの。そう、意外に知られていないが、日本でも大人気のクリスタルガラススワロフスキーはオーストリアのブランド。でも残念ながら今回はそういう旅じゃないので、あのぜひ今度プライベートで行って。するとあれ、あそこに何だろう、これ何、あの自転車なんか引っ掛けて。これはシティバイクといってウィーン市のレンタル自転車システムです。今すごく流行ってるんですよ。流行ってるんだね。市が作ったこのシステム、登録すれば誰でも借りられる上に、なんとただ、そう、1時間以内ならなんと無料。さらにこの駐輪所が市内に50カ所以上あり、どこにでも返却ができる。エコだったりとか何かに、まあ、やっぱり結びついた考えからできたものなんですか？そうです。ウィーン市は大気汚染を防ぐためこうやって自転車を利用することを推進しているんです。これ絶対東京やったらウケるよね、これ、絶対やった方がいいと思う、ね、これ一番取り入れやすいんじゃないかな、日本でね、まずね、あれこれこれ何屋さん、ストーブ、なんだ、暖炉、なんだろう、ストーブの専門店です。ストーブだけの専門店、最先端のエコストーブが売っているんですよ。でもストーブとエコって結びつかない、ね、うわ、すっげえ燃えとる。わー、すごいすごい。これ、全く問題ありませんよ。家庭で使うものなので安全にできています。このストーブ、一体どこがエコだというのか。こちらはオーストリアで開発されたペレットストーブです。ペレット、ペレットとは木材工場でできた端材やおがくずなどを圧縮して作ったものです。おがくずなのこれ。普段だったら捨てられてしまうものってことなんですか？その通りです。ここから入れて燃料にします。ペレットストーブのメリットはクリーンな排気しか出さないことです。硫黄酸化物をほとんど出さない環境に優しい燃料として現在世界的にも注目を浴びているんです。おいくらとかするんですか？50キログラムで3ユーロぐらいです。え、すごいですね。400円ぐらいとか。現在ペレットのコストは灯油の半分以下、エコでお得な燃料なのだ。いかほどなものなんですかこれ。でも高そう。35万円ぐらいからあります。ただウィーンでは新しいペレットストーブを買うとき購入費の 35% まで補助がありますよ。すごい。
お得に買えるんだ。冬は最低気温マイナス10度にもなるオーストリアにとって、ストーブは全ての家庭で使うもの。そのため大きなエコ効果が見込まれるので、国も補助金を充実させているのだ。旅人はウィーンを後にし、オーストリア西部に位置するレッヒ村へと向かった。ヨーロッパで一番美しい村を目指し、車で走ること2時間。そろそろ着くよ。なんかドキドキしてきたな、レッヒ。たどり着いたヨーロッパで一番美しい村とは。すごい綺麗。オーストリアにあるヨーロッパで一番美しいというレッヒ村へ。なんかドキドキしてきたな、レッヒ。着いたよ。着いた。うわわあ、すごい、超綺麗。気持ちいい、気持ちいい。めっちゃ綺麗じゃん、超大自然ね、気持ちいいね。緑に囲まれてみたいな、ね、いやすごいな。家もなんかおしゃれというか、かわいいというか、かわいいの。すっごい綺麗。ここか、噂のレッヒ。レッヒ。アルプスの良質な雪解け水と緑に囲まれたヨーロッパで一番美しい村、レッヒ村。人口1400人ほどの小さな村ながら、世界の王族が訪れる高級リゾート地。生前あのダイアナ妃もたびたび訪れたという。さらに冬は一面白銀の世界。映画ブリジット・ジョーンズの日記でも使われた世界的スキーリゾートであり、ヨーロッパの由緒あるコンテストアンタントフローラルで最も美しい村の称号を得た。果たしてどんなエコでヨーロッパで一番美しい村になったのか。そんな美しい景色を眺めていると、早く車に乗って、行くよ。ほら、急いで急いで、早く。なんで、なんで、もっと見ないといいから、急いで急いで、もう行く。なぜか車を早く出発させたがるドライバー。行かなきゃいけないんだよ。なんなんですか、どこなん、どこなんですか。地下駐車場だよ。レッヒ村の厳しいルールで、観光客の車は街中に止めてはいけないんだ。ホテルとかそういうロッジとか泊まるお客さんも地上には車ずっと止めてはいないんですか。駐車場自体がないからね。広いね。一体なぜそんなルールがあるのか、こちらの方かな、管理人に聞いてみた。観光客が十分泊まれるだけの駐車場を地上に作ると、自然豊かな村の景観を壊してしまうからだよ。それとここができた1973年当時の車は今のように技術が進んでいなくて、排気ガスを多く出していたからなんだ。そういえばって今思った。確かにね、そう、うん、車が全然なかったなと思って。そう、走ってる車ぐらいしかね、すれ違う。ちなみにこちらの歴史的な佇まいを持つ教会の下も、地下3階650台収容の巨大駐車場になっている。そして旅人2人は地上へ。こちらは今回村を案内してくれるフーベルトさん70歳。30年以上観光局長を務めたレッヒ村の生き字引だ。ちょっとね、気づいたんだけど、この川めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗、ね、私もずっと思ってた。すっごい透き通ってる。レヒ村ではどこでも川の水が飲めるんだよ。川の水を飲めるの。飲める。ああ、来てみなよ。本当に。案内人に促されるまま2人は川へ。うわあ、綺麗。よいしょ。いいじゃん、いいじゃん。すごい透き通って、うまい。早速飲んでみると、美味しい。お、ミネラルが多く、多いって感じの味。美味しいね。でもさ、日本の観光地とかで絶対川の水飲むなんて考えられないですよね。ありえない。ありえない。本当に街中の川だからね、うん、素晴らしいですね。素晴らしい。うわー、綺麗。川の上流にある水源地域は関係者以外の立ち入りや土地開発が一切禁止、環境を徹底して守っているからこその水質なのだ。
なる。なんかあの上、あれもお家ですか？あの上に高台にもあるね、たくさん。あそこはホテルなんだけど、オーバーレヒ地区といって、この村の中で一番の特徴があるところだよ。早速山頂付近のオーバーレヒ地区へ。しかしまたなんかトンネル入ってくる。なんでこんなところにトンネルあるんだろう。山頂付近のホテルに行きたいのに、景色が見えないトンネルに潜ってしまった。またも地下に。そしてついたよ、どっかに。なんだここは。ここからさっき山頂付近に見えたホテルに行くよ。こっからホテルに向かうんすか。じゃあ入りましょう。どういうこと。意味がちょっと。一体この先に何があるというのか。ここからトンネルでホテルにつながってるのさ。山道をこうやってグワーッと上がっていくわけではなくて、トンネル山の中を通っていく。なんと山頂付近に見えた全てのホテルがここからトンネルでつながっているという。徹底的。この自然を守りたかったから、山の上に道路を作ろうとは考えなかったんです。ということで、これまたエコな電気自動車でトンネルへ。お願いします。いざ出発。すごい。いや、なんか大自然に隠された村を見てる感じがして、なんか、ね、だってありえないもんね、山の上行きたいのにさ、トンネル通ってる。すごい。どうやってつながってんだろう、こんなか。作ったんだろうね、これもね。ね、大変。もうなんかね、すごい。だっていろいろ迷路になってる。楽しい。さらに曲がり角にはある標識が。ホテルモンタナって書いてある。ホテルモンタナ駅。なるほど、そういうことか。楽しい。あ、こっから。へえ。面白いこれ。ちょっと何これ。わ、すごい。ホテルいろいろやっぱり書いてあるな。モンタナとか、いや、こっちは何々ホテルですよみたいな。あ、これはすげえ。トンネルを抜けたどり着いた先に待っていたのは。ヨーロッパで一番美しい村の地下トンネルを進む旅人2人。これもね、すげえ。走ること数分、いよいよ目的地に到着。あ、ここ2人が進んだその先には。おー、だったら待って、すごい。持ってきてるから。やばい。村の自然環境を守ったトンネルシステムだが、作り上げるまでには多くの苦難があった。最初は苦労した。トンネルのプランを考えてから全ての関係者を説得するまで10年かかった。さらに建設費は10億円かかりました。賛同してくれた各ホテルのオーナー、住民、みんなでお金を出し合いました。そして結果的にはこのトンネルができてから宿泊数は 30% アップしたんだよ。自然を守ったことによって観光地としての質も上がったっていうことですよね。目先の利益にとらわれない先を見据えた開発によって、緑豊かな自然を守り、高級リゾート地へと発展したという。そしてレストランにもエコの秘密があるということで行ってみた。こちらはチーズがけのパスタと牛フィレ肉のグリルを豪快に盛り合わせた郷土料理。こちらは柔らかな鹿肉にブルーベリーの仲間コケモモを合わせたステーキ。あ、おいしい。すごい赤身。おいしい。でもこのお肉、甘酸っぱさとお肉の感じが合う。すごい食べやすい。おいしい。いや、非常においしいんだけども、うん、かといってなんでじゃあエコっていうのは何なんだろう。シェフのマーダーさんにエコの秘密を聞くと。肉、乳製品、野菜などの食材は
地元の農家から仕入れたものだけを使っているんだ。レヒ村のレストランやホテルは皆地元の農家をサポートしたいと思ってます。なぜなら彼らが農家を営んでくれることでこの村の自然を守ってくれるからです。地産地消っていう考えなんですね。地域で生産したものを地域で消費することで輸送にかかるエネルギーがカットされるなど様々な環境への利点があり、何より地域経済が活性化する。観光地としての経済発展と自然を守るエコを両立するレッヒ村。こうした選択の背景には何があったのか。村の歴史を知る村長さんを訪ねてみた。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。実は今から20年前に我々は大きな決断を迫られました。レヒ村がスキーの世界選手権開催地に要請されたんです。当然それは名誉なことです。ただ世界選手権受け入れに対しての住民投票の結果は圧倒的に受け入れ反対でした。なんで断っちゃったんですか？開催地になれば新たな土地開発を行うため自然を壊すことは避けられません。開催地を拒否することで美しい自然を守ったんです。そこにあるのは自然を守るため広げすぎないという理念。これも一つの対策です。実はこれはリフト券なんですが、現在も冬のスキーシーズン発売枚数を1万4000枚までに限定して観光客の数を制限しているんです。はあ、なるほど。絶対数も決まっちゃってるんだ。何でもかんでも言えるじゃなくて。なるほどね。自然も守りながら自分たちの生活もこう自然と守れてるのがすごいですね、やっぱり。しかしそんなレヒ村にあって新たに作られた巨大施設もある。工場何？え？うげえ！なんじゃこれ！うわあ！危ない危ない危ない。なんか来た。なに？なに？あ、トラックも。すっごい！うわあ！うわあ！パンパン！パンパン！パンパン！うわあ！巨大なスペースに木屑の山。一体ここは？これは木質バイオマス地域暖房システムです。この木のくずや皮などを燃やして各家庭に熱エネルギーが届けられるんです。じゃあ村ごと暖房といいますか。この施設はいわばウィーンで2人が見たペレットストーブの巨大版。主に村の木材工場などから出る木のくずや皮を燃やして熱湯を作っている。そしてその熱湯がほぼ全てのホテルや家庭にパイプラインを通して送られる。その熱エネルギーが家庭で暖房やお風呂に使われるのだ。さらに各家庭の使用量は回線を通じてコンピュータールームで管理している。まさに最先端の技術によるエコエネルギー。新しいエネルギーをね、使ったハイテクなエコって感じ。そうですね。エコによってヨーロッパで一番美しい村へと成長したオーストリアレッヒ村を訪れ、旅人が感じたこととは。このレッヒ村の人たちがこう自然を守ってるっていうのがもう本当に綺麗事とかじゃなく、もう自分たちの生活が関わってたりとか、自然があるおかげで生活ができてる。だからこうみんななんかこうやらなきゃとかじゃなくて、自然を守ることが生活の一部になってるっていうのがもうすごいなと思って。言ってみれば自然とこう肩組みながら握手し手つなぎながら生活してるっていうのを、それが常にね、僕は感心しながら時間を過ごさせていただきましたね。美しい自然を守るというのは何よりも優先するというようなね、エコのやり方でしたけども、あいおくいかがでしたか？これあの何もない中でそれを自然を守っていくことしかないから守ってるわけじゃなくて、全てがある中でそれを守っていくその国民の一人一人の意識とかすごいですね。特にあのスキーの国際大会断ったとかすごいなと思いますけどね。船越さんいかがだったでしょう？
ホテルを全部トンネルでつなぐってのはあれは新発想ですよね。そうですね。要するにそれってもちろん自然を守ることにもなりますけれども、そこに最初に大きなお金を投資することを厭わなかった、その決断も素晴らしかったと思いますけどね。本当に大英断だったんでしょうね。はい、目先にとらわれないで、そして先を見据えることができたってことでしょうね。うん、経済も発展してるわけですからね。発展してるんですからね。板倉さんはトラックパンパンのクズはどうやって締めたんですか。確かにな、あれ相当こうやって押せって手じゃ無理だ。手じゃ無理です。あれでこう街全体また温めようっていう発想もね、もう一箇所だね。池田先生いかがだったでしょう、あの村っていうのはヨーロッパの中で特別に綺麗で付加価値がついてるわけね。それをみんな見に来るということで、お金もかけてエネルギーもかけてなおかつ自然を守るっていう発想だよね。まあ、これからはね、先進国はああいうやり方でもって観光客を呼ぶというのが流行りになると思うね。本当にね、勉強になりましたが、続いての旅